とんか。え？どうしたんだ、その傷は。村の調査を終え、帰還するときに。まさか、村人たちから奇襲を。傷は？大丈夫です。そうか。だが無理はしないでくれ。それで、周囲の村の状況ですが、すでに他の者が報告済みかもしれませんが、信徒たちはすべて。そうか。ありがとう。ドランドたちと約束したんです。サーダリーの持つクリスタルを必ず破壊すると。そのクリスタルは、今、ルティアルが持っているらしい。え、サーダリーではなく。そうだ。クリスタルのことは、オベロンとアライエに頼んでいる。必ず破壊してくれ、と。では、私たちは。僕たちはこれから、信徒たちを天意から引き離す。オベロンはクリスタルを壊すまでの、時間稼ぎをする。そうだ。承知いたしました。とはいえ、信徒たちが血を流さなくなったとしても。転移が止まるとは限らない。ああ。信徒たちを遠ざけた結果、転移がどのような行動に出るのか、見当もつかない。でも、それでも僕たちは、やらなくてはならない。転移から信徒を引き離し、再び近づかせないようにする。教会の信徒だとしても、人間に変わりない。一人でも多くの人を救う。急ごう。通さぬ。ねえ兄様、本当に魔法禁止？そうだ。ちぇ、相手を傷つけないだけでなく、こちらに敵意がないことを示す意味もあるって聞いたけど。この人たち、そんなことを気にしてなさそうですね。とはいえ、これはモント様からの厳命。大変だろうけど、やるしかないね。彼らの動きは看板。でも、あんなのでブスって刺されたら。いやー、想像したら鳥肌だった。絶対に気を抜くな。サーダリーのクリスタルは、どうやらルティアルが持ってるらしいね。はい、リリス様にそう聞きました。ってことは、モント君がルティアルを倒すまでの辛抱ってことね。そういうこと。はあ、早くしてくんないかな。こういう役回りって苦手なんだよね。文句を言うなら帰れ。兄さんも冷たい。わかりましたよ、ちゃんとやりますって。この命捧げる。邪魔するならば殺す。クリア。
私たちの任務は天意に無謀な戦いを挑む村人たちを止めること。そう聞いたはずだけど、天意は私たちの遥か後方、そして村人の姿も見えない。これはもしや、モントの命令など無視してここまで大変な思いをしてきた我らに羽を伸ばせというロゼルナ様の恩情。ソニル様、考えていることがそのまま声に出てますよ。残念だが、今はまだ体を休める時ではない。そうですよね。フレイザー、あんた本当にサボることばっかり考えてるのね。こうはそのようなこと。また変な用語を持ち出して。あんたそれ好きよね。教会の信徒たちが天意に接近してから排除するのは危険が伴う。確かにおっしゃる通りです。となればオツが兵に接近する前に干渉すべき。オツ？兵？何のこと言ってんのよ。オツは天意、そして兵は教会の信徒。それぐらいはさすがにご理解いただきたいのですが。バカみたい。来たな。え？来たって何が？遠くに兵の姿が確認できます。その数兵ってことは信徒たちね。で、数は？軽く我らの数倍は。ちょっとそれ多すぎない？武器は抜いてはならん。多少の手荒いことは多めに見よう。だが深手を負わせるような真似は決してしてはならない。よいな。わかりました。承知いたしました。我らの任務はここより先へ信徒たちを進ませぬこと。行くぞ。他の者はどうした？他の者？東方でうぬと修行を積んだ者たちだ。死んだか？死んだ者もいれば行方知れずの者もいる。それで女を連れて旅を続けていたわけか。この者は関係ない。ほう。ではウヌはたった一人でこのわしに挑もうというわけか？剣の修行に明け暮れた結果正気を失ったか。あるいは己の技量を勘違いし増長しているだけか。いずれにせよ審判の日はやってきた。わしとウヌ、どちらの進む道が正しかったのか、その結果が示される。つまらぬ立ち筋をただの一度でも見せれば即刻殺すぞ。このまがいとやらには心底失望させられたからな。やる気のようだな。手出しをするな。死にたいのか？
死にたいわけないわ。私は生きるために戦う。これは俺とガローザの戦いだ。わしは構わぬぞ。相手がバルーシュ一人では勝負は決まっているからな。私のこと女だからって見くびってるようね。いや、見くびってなどおらぬぞ。わしは相手が誰であろうと侮ることも見くびることもない。ラビエス、大丈夫か？ラビエス、平気よ、これぐらい。なるほど、そこの娘もなかなかの腕。バルーシュ、ウヌが育てたか？俺ではない。そうか、期待していなかったが、なかなか楽しませてくれる。わしの手下になりたいなどという、そこにいる二人のクズよりもよっぽど腕が立つ。だが、そのラビエスとやらは邪魔な存在でもある。バルーシュやウヌはラビエスのことが気になり、わしとの戦いに集中できておらぬ。そうであろう。否定できまい。この影たちは陶器か。いかにも。ウヌらが東方とやらで傷を舐め合っている間に、わしはこの術を得得した。女よ、ウヌはこの影を相手に戦っておれ。だが女よ、心しておくことだ。この影どもは言うなればガキ。人を生きながらにして食らうのが何よりも好きなのだからな。わしはその間にバルーシュとの決着をつける。ガローザ様、どういうことだよ。影どもは腹が減っているのであろう。ウヌらは影の腹を満たすぐらいしか役に立たぬからな。食われておけ。そんな、弱き者は生きる価値などない。生きたいのなら戦いなさい。ではわしらも再会するか。よくここまで成長した。褒めてやろう。東方は
これで幕を閉じろ。死ね。ウナも東方の者か。話は終わった。王、そしてシムール、王のなるほど。だが、条件次第では見逃してやってもよい。見逃すだと？どういう風の吹き回しだ。この娘のように東方の技を受け継ぐ者たちは他にいるのか？答えよ。シムールや王はハードラ各地に弟子がいる。その者たちを集めよ。何？東方の者たちを残らず始末するために。それが条件か。一つ、ウヌはなぜマサチカを手に入れようとしている？マサチカがあればわしが倒せると思ったか？知らないのか。今アートラでは天衣という巨大な化け物が暴れ回っている。ほう、ではそやつを倒すために。一刻の猶予もない。このままではアートラは滅びる。アートラが滅びようがわしには何の関係もない。なるほど、ではウヌの刀剣を取り上げる必要もないわけだな。何だと？どの道わしを倒さねば六振りの刀剣は揃わぬ。最後の一振りを手に入れるためわしに戦いを挑むしかないのだからな。どこへ行く？東方の技を受け継ぎし者、そして五振りの刀剣を集めた後、わしのもとへ来い。そこで全てを奪ってやる。ちょっと話しなさい。
なんで？邪魔する者を殺す！これってビジョン？遅くなってすまない。戦況は？戦況？ぼちぼちです。バカ、そんな報告の仕方があると思ってるの？でもぼちぼちだし。信徒たちを天意に近づけさせないのはうまくいっていると思います。ですが、何か問題が？信徒の数が多すぎます。だからさっきのアリムのように一瞬の油断で負傷する者も。そうか。それなら心配ないよ。援軍を連れてきたよ。我らが力になります。エキシア殿。サーダリーの親衛隊が。境界勢はこれよりモント殿あなたの指揮下に入ります。何なりとご命令ください。モント殿。ありがとう。でも助かる。本当にありがとう。サダリーは？彼は来ません。教会と運命を共にすると地下の研究施設から出ようとしません。でも彼がいなくても。いや、彼の力が必要だ。それは君もよく分かっているはず。エキシア殿、ここの指揮を頼む。モント殿、あなたはまさか。教会へ行き、サーダリーを説得する。わかりました。私も行く。ささやき。戦地へ来たばかりでまた教会へ引き返すというのか？そんなに僕のことが。お前を信用していないわけではない。教会に反旗を翻した僧兵が残っている可能性がある。そこへ一人で行かせるわけにはいかない。わかった。ありがとう。では一緒に来てくれ。君がいれば心強い。どけ。この身は天意に捧げなければならない。おっと、残念だけどそんな攻撃じゃ私を倒せないよ。一丁上がり。見事なものだ。
リリシリオニス王国第二部隊早急の部隊長。へえ、教会でも私の名は少しは知られてるようだね。それぐらいは知っている。だが、わからないことも多い。例えば？教会の信徒のためになぜここまでするのか。先の大戦では我らの信徒には苦渋を飲まされたはず。まあそうだね。少なくない仲間が傷つき、中には命を落とした者もいた。それなのになぜ。信徒といっても同じ人間だからね。私は人間ではない。だからそれが理解できない。私にはそうは見えないけどね。どういうこと。あんただって信徒たちを救いたいんだろ。当然だ。じゃあ聞くけど、モント様の下について私たちに協力するってのはサーダリーの命令なのか。それともエキシアにそう言われたから従ってるのか。どちらでもない。自らが傷つくこともいとわず、本来は敵であるはずの信徒たちを助けようとしている者たちがいる。それを知ってその手伝いをするべきではないかと考えた。だから行動を起こした。それだけだ。あんたたちホムンクルスには感情がないって聞いたこともある。真実だ。でも今のあんたは自分の感情に従って行動してる。少なくとも私にはそう見える。私が感情あんまり深刻に考えなさんな。自然体で生きること、それが大切なんだから。なんだ。この魔物は変異を生み出した魔物だよ。転移を生み出したの。天姫、神と近づけないようにしていることに相当苛立ってるようだね。それでこの魔物を使って我らを亡き者にしよう。私らの作戦が効いてるってことさ。エン、頼めるか。承知。信徒たちを餌にして転移を教会へ向かわせる。そうすればサーダリーは教会を守ろうとして戦い、最後には命を落とす。感情を持たぬホムンクルスたちの心はその時どうなるのか。それを楽しみにしていたのに。モン、私のささやかな楽しみを邪魔するなんて。きっと聖人面を捨て自分たちが傷つくことも構わず信徒たちを助けたのでしょうね。吐き気がする。モント、
あいつの顔が激しい怒りに醜く歪むのを見てみたい。この私に対してこの女を殺せと叫ぶほどに塔まみれにしてやりたい。それでも天意を止めることはできず、屈辱と絶望に苛まれ、そうして死んでいく。その姿を見たい。指をさして笑ってやりたい。いいことを考えたわ。モントに復讐する絶好の方法。この私を怒らせた罰を与えてやるわ。